政府は来年10月に消費税率を10%に引き上げる方針などを盛り込んだ経済財政運営の指針となる骨太方針を閣議決定しましたはいもうそこまでいいです、はい、えっと来年はあまあ毎年毎年大変な年なんだけれども来年はもう決まってる予定だけでも、はい、えっというぐらいの年でそうですねご承知の通り、はいえー、まず4月30日に金城陛下のご上位転院 明治以降では決してなかったことがまあ起きます、それに合わせて申しておくと、この間ですね、これ、実名だしいいと思いますが、はい、大分の江藤誠一参院議員、はい、大分は日教祖がものすごく強い中で、本当に国軍奮闘状態で頑張ってて、はい、今、官邸にもいらっしゃるんですが、はい、この江藤さんが議員会館で僕はあのこうそこを出ようとしたら、寄ってこられて、はい、たまたまですけどね。はい こうちっちゃい声で珍しく、はあ、まあ普段こうやると人質おばらしかな「あのー、改元ね新しい言語をその五条年1か月前に発表しようか」って話になってるけどこれっていいのかなって言われたんで「反対です!」って言いましたよ僕「江 <laughs> 藤先生反対なんでしょ大きな声で反対とおっしゃってください僕は断交ししますからと」とこれはおかしいんですよ 安倍内閣はこれも含めて保守と言えるのかっていう疑問が出るのは当然であってうん、うん、え平成と言語平成という現在の金城陛下のお御時代御時、えー、代御の平成と並走させるつもりですか、ね、これ当然二重権威じゃないですか、うん、わざわざ自分で作るんですか二重権威を避ける避けると言っておきながら自分でやるのかと、うん、これそうしないと不便だえ便利不便だけで言ってもらっちゃ困るんですよ、ね そんなこと言ったらじゃあ,あの天皇陛下のご存在ってのは便利なんですか便利でやってるんですか逆に言うと便利便利でどれぐらいの間違を起犯し,してるかというと軍と言わずに自衛隊と言ったら便利でしょう、ね、憲法に、えー「合う合わない」が和らげられるし、えー、中国や韓国や北朝鮮の警戒心も緩められるしで実質は軍隊と同じ仲間持てるから自衛隊と言ったら便利だそういう発想がいかに国を歪めてきたかだから 便利不便を考えて、言語を2つ並べるなんて、持ってのほかですよ、だから、議員会館の入り口の玄関のところで、江藤先生に、反対ですからって <laughs>、はい、そのボリュームで、びっくりされたでしょう、ね、びっくりだけじゃなくて、あのし,しばらくは鼓膜がじーんと、間違いなくなられてたと思いますが、はい。 いや、それはね、決意でやらないと<笑><笑>あのもう官邸がそれ引っ張っちゃってるわけだそれは間違いなんで<ー>で、それがまず4月30日で、今の政府の方針だとその3月末までには新言語を発表しちゃうっていうんでしょ<ー>それで、それまでに当然、言語を決まるんで昨日の独立後援会でも実は質問があったんですけどね<ー>僕はいつも言ってる通り今までは官籍,官籍って中国の古典って意味ですよ、ね、漢文の漢に戸籍の籍です。なんんででこれかから取るんですか、ね なこともうやめるべきですよ平成でおしまいにすべきであって、うん、当然、「日本書紀」も漢字で書いてありますから、はい、日本かちゃんとしてですね、うん、例えばいつも言ってる「忍独天皇」の話部分読んでください簡潔にものすごく見事に描写してあってですね、うん、そこから取ることできるんでこれもまだ本当にあのまだ決まってかろうじて決まってないから国民の声として日本の古典から取ってくださいと。うんね 古事記でもいいけども日本書紀が正史正しい歴史ですから<ー>そこから取っていただく国民運動を SNS 上でいいですからお金かからない時間は使うけれどぜひそれをお願いしたいんですよ、<ー>それも含めてこの平成から次の妙に移るときに、はい、これも独立後援会で、えー、不安定化しないかって話があって不安定化あり得るんで、はい、中国共産党の長期戦略の一つだしだから余計に言語は大事なんですよ。ね えー、そのことをこの、はい、ニュースに関連して言うと、はい、消費税に戻すと、だから来年は4月30日、と、ね、いうか、春頃にその陛下をめぐる大変なことがあって、はい、そして、おそらくは7月に参議院選挙です、はいね、そして秋になったら消費税がついに2桁になる、はいね、10%になると、パーセントでいうと2桁になるという目白押しで、でこれを、うん、昨日独立後援会の質問があったから答えるとですね、総理は、はい やっぱ凍結は選択肢の中にあります、これ、僕の責任で言ってるんですよ、えー、総理が僕にはっきり言ったことはないですよ、ですで民間人の時代に、例えば総理があの増税延期なさるときに、僕はもう電話だけですけど、しつこく、うん、あの延期じゃだめですと、凍結にしてくださいと、うん、で総理はあの民間人の時代はですね、僕の言うことをよく聞いてくださいね、はい、で今、1年生任ですから、そもそも聞いていただく立場にないと思いますが。 しかしあの時に僕は危惧したことはそのまま残ってるわけです、ね、で消費増税はまずやっちゃいけないし前から凍結にしておけば今回も凍結のままだったんですけれどもまあ財務省の問題も不幸なことですけれどもまあそこは多少影響があって消費増税を凍結できる可能性はまだなくなったわけじゃないでもこのニュースにあるように増税を前提にしていろんな閣議決定をしてしまってる状況ですから これあの増税を統計するんだったら、衆議院解散総選挙で国民問うことが必要になります、で具体的に言うと、ですね去年の衆議院解散総選挙は10月でしたよね、だから今年の10月過ぎれば、ですおそらく臨時国会開いている最中に、秋の臨時国会開いている最中に、1年過ぎますねで、衆議院議員の方々には申し訳ないけれども、参議院は6年ありますからでも1年過ぎたら。 衆議院議員選挙、総選挙、いつあってもおかしくない、これは解散制度はそのためにあるんですから、臨機応変に民意を問えるように、だから秋以降に僕は衆議院解散・総選挙は選択肢だと思ってて、これ、総理にも申し上げました、はい、お答えがどうのこうの、もちろん今申しませんが、ね、はい、そういうニュースです。次ままたちょっとアメリカに戻りますけど、はい、どうぞ 続いてこちらですね、えー、あの女性の報道官の方ですよね、米大統領報道官が G か、あくまでまあ疑問系ですが、年末副報道官もというこちらも続けて伺いに参りましょう、えー、共同通信でありますとアメリカの CBS テレビは13日複数の関係者の話としてホワイトハウスのサンダース大統領報道官が年末に辞任する意向であると伝えました CBS はシャー副報道官も辞任を検討しているとしていますが辞任する理由は伝えていません。 一方、サンダース氏はツイッターに大統領のために働くのを誇りに思っていると、この報道を否定する投稿をしましたはい、そこまでいいんですが、はい、何や、これ、本人が否定してるじゃないかっていう話なんですが、はい、まあ、アメリカにもオールドメディアっていうものがあって、日本ほどひどくはないけど、うん、日本は国を否定してますからね、<laughs> それからアメリカのオールドメディアは、<laughs> 憲法は不満の大転でいい、いちご一個変えるなんてこと絶対言いませんから。はい、ね だから全然違うけど、えー、でもやっぱり一種のオールドメディアがあって、はい、もうとにかくしきりにやめさせようとするんですよ、ねはい、ボルトさんもオールドメディアアメリカのオールドメディアになるととっくに小鼻になってたはずなんですよだからサンダースさんに対する報道もそうかもしれないけれども、えー、まあこれだけ噂になるっていうのはある程度根拠はなくはなくてですね、えー、まずあの、えー、本当はサラ・ハッカビー・サンダースさんというんですが、はい えー、この人は本当はお父様の方が有名ですよね、うん、今の名前で分かったと思いますがハッカビーさんっていうのは大統領選挙に出ようとしてずっとうまくいかなかった人で、まあ、名前はよく知られてますよね、うんうん、でこのハッ,カハッカビーさんの,その家族としてもずっと側面支援をしてきた人でこれあのサンダースさんってあの見かけ、えー、うううはすごい若い感じだけど、うん、あの。 3人子供さんいらっしゃってもちろん結婚なさってて旦那さんもお父さんを支援した人なんですよね<ー>でですねまあよく頑張ってきたんですよ、うん、記者会見でもね<ー>それからこの間 CNN の番組に出て<ー>あの司会者との、まあ、あのバトルどころじゃないもうほとんどあの言葉のどつき合いっていうか<ー>お互い唾でぬるぬるだっただろうなってぐらいの激しいやり取りしてましたが<ー>まあ疲れたんじゃないかっていうね <laughs> だからこの報道もよく見ると、ですね年末に辞任って、あんたまだ6月やでっていう、えー、だいぶ先,先の話ですよね,ねだからなんかトランプさんと揉めてて辞めるんだったら、なあの半年先の話じゃないんで、えー、もういい加減疲れたでしょうっていうかね、これ、わかりませんよ、結局お辞めになるかもしれない、それはね、子供三人いらっしゃるしね、えー、でも、辞めさせたいんだなぁと、このサンダース報道官が踏ん張ってるんですよ、なんとかね。<ー> 日本では菅官房長官が踏ん張ってんですよそうですね、官房長官、あのえー、報道官よりはるかに高い地位ですけどね、はいはい、じゃあ次いきましょう。ね、菅さんあと2つですね。しょうもない質問にもね、耐えられてますもんね。こちら参りましょう、中国がアメリカに報復措置決定5兆円超というね、続けて深りまいりましょう。 共同通信によりますと中国政府は16日アメリカから輸入するおよそ500億ドル日本円にして5兆5000億円分を対象に25%の制裁関税を課すと発表しましたアメリカのトランプ政権が中国製品に,製品に25%の制裁関税を課すと発表したことに対抗しアメリカと同じ規模の措置で報復することにしたものでアメリカと中国の貿易戦争に発展する恐れが一層強まりましたはいいいそこまでいいんでんすが 貿易戦争に発展する恐れが強まったんじゃなくて貿易戦争はとっくに始まってますこの貿易戦争の行方は実は中国は何度も降りたんですよ、もう降参です、もう好きなようにやってくださいと、アメリカの製品がガラクタであっても問題発言ですが、問題発言、いますとガラクタであっても、アメリカは日本の軽自動車があるからアメリカの小型車が売れないとおっしゃってるんですよ、トランプさんも含めて。 こ俺あのやっぱ関西言葉でこういうの言いたいんです違う <laughs> 何考えてんねん無理やり大きなものキューッとこんなちっちゃいしたものわざわざかなくても、えー、それこそ アメリカの車だけじゃなくて、イタリア車なんかでも小型車の機能切ったのいっぱいあるから。だから、はっきり言うと、勘違いなんですが、中国は独裁国家なんで、国民の意見必要ない、聞く必要ないから、習近平国会主席の決定で、アメリカのものな何でも買いますよ。もう自動車も全部買いますよ。言ったんですが、またトランプさん、バカーンと、中国の輸入品は25%の。つまり、値段が4分の1上がるんですよ。でしょで、中国は一応、いや、こっちもじゃあ、 アメリカから来る製品はかけるぞって言ってるけど、うん、もう劣勢なんですよ、この劣勢の大きな理由の一つが実は米朝首脳会談、<ー>これはですね、うん、僕にもよく問い合わせいただくんですが、これはあの、えー、一般の方々だけじゃなくて、はい、国会議員の中から本当にこの1週間、えー、ってか6日間、正確に言って、えー、もっと正確に言って、5日間か、週末を向けていっぱい聞かれたんですが、えー、なんでトランプさんはあんなに金正恩さんに甘くなったの、うん、どうしてこんなべた折りなの えー、これは間違いなくチャイナ、うん、なんでかというと、ですねこれもあの、えっと、この番組が10時にまもなく終わりますよね、はい、そしたら1時間で、えー、このとりあえず月刊花田の原稿は完成させないと、<laughs> はい、あの電車の中釣り広告には、えー、超鉄力へんぺんって僕の連載が出てるのに、はい、雑誌開いたらないというね、その時僕はあの物書きとしてあのお葬式を出さなきゃいけないんですよ。<laughs> それまであと1時間なのによくこんな平然としてるなというこの危機意識のなさが問題なんですけどあの話を元に戻すとトランプさんの視点に立てば全部が合理的なんですよ。なんで今まで中国に遠慮しなきゃいけなかったかというと北朝鮮という問題児をコントロールしてくれと北京に頼んでる間は中国にか借りができるから物が言いにくいので。 トランプさんはそこはさすがで発想転換してこの問題児をこっちに取り込めばいいと、えーね、北朝鮮もその意欲満々じゃないかと中国の属国に甘んじるんじゃなくてプーチンさんと習近平さんアメリカと強いもの,の間日本も含めてうまくバランスを取っていくことでいう言い方だから、はい、これを取り込んでですね、はい、お前いい、いいやつやいいやつはと頭をなでて今は君は本当に頭もいい素晴らしい男だと、うん、この間まで、ね、背の低いロケットマンと言ってたのが、えー、まあそんなもん全然平気だから、えー、言い返って、まあ、あなた素晴らしいと言ってたらですね、うん 要するに、直接今、コントロールし始めてるじゃないですか、えー、北朝鮮は。不十分であっても。アメリカにとっては十分なんですよ。はい、日本にとっては不十分でも、アメリカにとっては十分なんです。えー、トランプさんの言ってきたことと、何ら矛盾ないじゃないですか。<ー>昨日、独立講演会で何度も真似してみたんですかアメリカファースト言ってきたでしょ。はい、ちょっとあのできれば金,に金髪染めて言わなきゃいけないんですよ。はい、それと何にも矛盾してないんでしょ。うん、オバマさんは矛盾だらけ。 だだらけだった核、ね、なき世界って言いながら一番核を持ってるアメリカが廃棄の話もなかったじゃないですか<ー>それに比べるとトランプさんは実は公約をほぼ例外的ってぐくらい良い、あるいは別にして言ったことは実行してるんですよ<ー>、ね、だからトランプさんは僕はいい面も悪い面も安倍総理に対して同じで是非で見てるだけであって、はい、だから 中国に奪われてるアメリカの雇用を取り戻すんだって言ってる時に北朝鮮の面倒を中国に頼んでたら言えないからこれをまずこっちに引き寄せてだから米朝首脳会談終わったら直後に関税だ !25% かけてやるぞで今チャイナはこっちもかけますって言ってるけどその前にアメリカのものは何でも買えますって言ってたからもう立場良くなってるでしょだからもうゴンゴン,ゴン,ゴンにたたきのめ今度はなんとですねこれあの一部新聞に出て あのよくこんな情報が早くもらえたなと思ったんですが今度、今アメリカは考えてるんです<ー>中国のお金がアメリカに来ないようにする<ー>投資できないようにすると<え>これは僕もびっくりしたんですあのチャイニーズマネーいらねえって言うんですよもちろん全額じゃないにしても投資規制をかけるつもりですはこれは経典どでこで戦争以外の何者でもなくて これは大統領がドナルド・トランプさんでないと絶対に発想もないんですよ。すね、物を買うのは嫌だけど<ー>アメリカの企業に投資してくださるのは大歓迎っていうのはこれはほとんど疑った人いないんですよ経済学者でもこれはトランプさんは<ー>やるなら徹底的だって言って<ー>中国は金出すなというのもやるそうですよ。本当にできるかどうかまだ分かんないけどでもバババババッと。 あの北朝鮮をあの空爆しない代わりに、ねえー、ほとんど経済で爆撃してるんですよ、これも、えー、見えざる世界大戦、こんなの誰もトランプ政権が現れるまでは、えー、予想したことないですから、えーはい、だから貿易戦争が始まる懸念がある、そんなのんきな話じゃなくて、ね、これはもう,うあの中国は唯一の勝者だと、さっきあのこのスタジオに金かけた。 の方言なんとか、でも中国は勝者番組違うかニュースよしかな,なんか言ってましたかそんなことないんですよ、中国は結構今ねトランプショックで。